抜く。いや、熱っ。いやいや、熱っ。いちいち騒がないでください。ねえ、火山の火口で冷静な方がおかしいわい。吹き上がってくる地脈の流れを感じる。ここが地脈雨天だ。おかしいぞ、メルキオールがいない。しぐれまで食らったか、最下の剣士。だが大魔師でも四聖士の煮えたりうる魂はしぐれ、オスカ、テレサ、あとはわしくらいであろう。上からだ。奴は山頂か。三つの煮えでは三聖士しか目覚めず、カノ主の力を封じることはできん。のみならず、一角を欠いた治水花粉は火口を巻き込んで暴発するだろう。四聖士を同時に覚醒させたくば、わしの魂を奪いに来るがいい。どう思う、マギル。罠じゃな。メルキオールが得意とする攻撃は氷。ここでは地の利がないゆえ誘導したいんじゃろう。だが、あいつは長い間聖主の復活を企んできた大魔師だ。そう、故に全て偽りと決めつけるのも危険じゃ。今更だけど、マギル、あんたはメルキオールの身内なのね。全くもって今更じゃな。昔のわしの名はマギラニカ・ルー・メイビン。メルキオールの養女で破門された元弟子じゃよ。マギラニカ、血盤の特等大魔師。名を残しておったか。10年も前に破門したくせに。お前結構すごいやつだったんだな。別にすごくはない。ベルベットとアルトリウスの関係と似たようなものじゃ。恩も恩ものベルベット、信じてくれとは言わん。じゃがわしはあやつと決着を。どうでもいいわ、魔女の事情なんて。あたしは頂上に行く。いつも通り勝手にね。うむ、わしも勝手についてくぞ。いつも通りにな。ちょろいぜ甘いぜちょろ甘ですね。暑いぜ寒いぜあじゃ冷たいぜ。何ぶつくさ言ってるの。河口で暑いと言ったら騒ぐなと叱られたでの。根に持ってるんですか。熱しやすくて冷めにくいんじゃよ。こっちは好きにやっておるからほっといておくれ。かえって鬱陶しいわよ。だいたい暑くて寒いならあちゃ冷たいじゃなくて暑さむでしょ。それではわしのニュアンスは伝わらぬわ。というか問題はそこではない。寒冷化で外側はキンキンに冷えておるくせに内側は溶岩で熱々というのが気に食わぬ。そういう曖昧みーなものがわしは嫌いなんじゃ。ほう、じゃああれはどうだ。背豚の中に入ってるパイナップル。許さん。甘い卵焼きは弁当のおかずにならん。チョコレートかけレーズン、干しぶどうの存在そのものが許せぬ。仕方ない。それならピーチパイはどうだ。質問の前提がわからんわ。あんた自身のことは大嫌いじゃよ。ならあんた自身も曖昧なんだ。じゃからジジイをお主に食わせて地脈雨天に叩き込ませるんじゃ。好きになれるといいわね、自分を。恥ずかしいことを言うな。しょうがない。ただ共闘か。
強えな。だが勝つのは俺だ。逃がすよ。こいつはどうだ。つむじ月下ソラウズジバインサイバークラウド逃がすなよ。飛炎冷却はっはっしまった。ゼイヤジバインサイバーヘイヘイヘイアクアスプリッカーヘイアクアスプリッカー我に開放せよ。プリッドステッチ風の刃を断滅しろ。エアスファーストレイヘアライザン。ほらスクレイパー逃がすかよ。なんてことエクスプローラー天に轟け天に轟け描け早急レイザー強靭トーク。描け早急レーサー超人レーサー空戦レイジン雷散描き投球何と次に呪しを上げろミスマンガイドエレノ助かりました。痛みは何に越したことはないね。天に轟けとレイジン雷散エクスプローダス地方散りゆき毛量はげよ全員とバブルつなぎ呪しを上げろ天に轟け東王レイジン雷散リンブレスエンダー天に轟けクラウドいずれミンブレスで一緒くたになる天に轟け東王レイジン雷散デバインサイバーウィンドランス冷蔵空戦逃がすかよダークネスレイジン雷散クラウド行くぜ夜国まで霊人至高セイドブライト天に届け東王セイドブライト霊人雷散天に届け遅いわ天に届け東王霊人雷散天に届け東王霊人雷散逃がすかよ逃がすかよ天に届け東王レイジン雷散天に轟け東王レイジン雷散天に轟け東王レイジン雷散天に轟け東王ウィンドランスレイジン雷散一生乱れよ好きにさせクイックネスダークネスファン天に轟けいけないかエアスピードアイカス天に轟け東王呪えぜレイジン雷散レイソー空戦クイックネス天に轟け東王気だらけだ霊人雷散痛みを忘れ失踪だ霊蔵空戦ほら蹂躙しろウィンド霊人雷散天に轟け東王霊人雷散天に轟け東王ちここまで苦戦させられるとは。エレノア・ヒューム四聖書を目覚めさせるために必要な魂はあと一つ。ベルベット、大丈夫？必ずメルキオルを食らって、ニエは揃えるわ。
そうじゃなくて、ベルベットの体のことだよ。テレサとオスカーの時は具合が悪くなって倒れたでしょ。ああ、しぐれを食らって平気なのかってこと？それなら大丈夫よ。しぐれの力はテレサ様たちよりもずっと強いんじゃないの？でもこの通りよ。具合悪そうに見える？強がってるように見える？うん、きっと慣れたのよ。体も心も。慣れたんじゃなくて変わったんだと思う。ん？僕が心を持って変わったみたいに、ベルベットも旅を通して変わって強くなったんだよ。悲しいことも辛いこともまっすぐぶつかって乗り越えてきたから。そうなのかな。そうだよ。だから僕は、あとでキッシュ作ってあげる。プディングもつけてくれる？いいけど、あんた私に料理させるために褒めてくれたわけ？そんなんじゃ、あ、うん、バレちゃったね。本当に強くなったわね。さあ行くわよ、メルキオールを喰らいに。うん。
メルキオルの本性がいまいちわからんな。一体どういうやつなんだか。一言で言うなら、大魔師の影じゃよ。影か。うん。汚れなき心を持つ大魔師とて、所詮は人間。そして救わんとする相手もまた人間。まっすぐな誠意だけで世界を救えるはずもない。大魔師が汚れぬためには、その影を、汚れ仕事を担う影が必要なのじゃよ。なるほど、それがメルキオルか。清涼にいた頃は気づけませんでした、あの方が何をしていたのか。だが、なんでメルキオルは汚れないんだ。世界を救う大魔師を支える、その信念と覚悟は純粋で迷いのないものじゃからな。そりゃもう煮ても焼いても砕けんガチガチの氷山のようにの。あんな氷の心にはとてもとても慣れなんだよ。あ、もしかしてマギルーは。そう、わしは時代の筆頭大魔師アルトリウスの影になるべくメルキオルに育てられたんじゃ。ところが目論見は大失敗。わしはその期待に応えることはできんかった。予定通りに言ってたらメルキオルじゃなくお前と戦ってたわけか。そうじゃなくてよかった。まあね、マギルーが精霊を動かしてたら全く出方が読めん恐るべき組織になっていただろうからな。それはそれで面白そうじゃがの。あの方は私の影でもあったんですね。ジジイに同情して戦いづらくなったかい。いえ、そんなことは。お主が気に病むことはない。影を消すのは影の仕事じゃ。もっともわしは影になれず闇に落ちた魔女じゃがの。頂上が見えた。メルキオルがいるならあそこね。気をつけい。あのジジイはシグレと違って正面からは来んぞ。私たちは勝てるのでしょうか、あの特等大魔師メルキオル様に。ズバリ勝率は2割じゃな。2割？そこまで望み薄ですか。わしの術も今ある大魔師どもの術や技もほとんどあのジジイが伝え広めたものじゃ。わしが同時に3つの術を張ればジジイは6つの術を巡らせる。手の内は全て知られ、力の差は歴然。断りで考えれば2割でも甘いやもしれん。確かに。じゃがわしらにはベルベットや棒、ロクロがおる。感情をむき出しにして暴走するあやつらに計算は効かん。不確定すぎる要素じゃが、デメによっては勝率を跳ね上げてくれるじゃろうて。ですね。敵としてはこの上なく厄介ですし。と言ってもあくまで正面からぶつかった場合で、当然のごとく裏を書いてくるのがあのジジイじゃ。どう検討しても勝ち目は薄いな。アイゼンまで。冷静な分析は悪いものじゃない。その冷静さこそ逆境を覆すための大きな武器になるはずだ。何よりマギル、相手の手の内を知っているのはお前もだろ。そうか、そうですよね。まあの。じゃがあやつに弱点なぞ。冷静に見直してみろ。
正気は案外目の前に転がっているものだ。転がっておるか。ではせいぜい下を見て歩いてみるかな。生死は本来治水化風の自然を調和させ世界の秩序を維持する存在だ。お前たちはそんな四聖種が眠りについた理由を考えたことがあるか。さあね、興味ないわ。まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。四聖種の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈りだが、人々が汚れ祈りを忘れたせいで聖士たちは眠りについてしまった。人々の祈りが聖種の力、精霊と同じだ。カノヌシが心を喰らうのも加護だっていうのか。第五の聖主カノヌシは汚れごと人の心を喰らい尽くし無に返す役を担う。再び人に赤子のような清らかさをもたらし四聖主を復活させるためにな。心を無に返す。でもそれでは。そう、文明は滅び去る。汚れの拡大とカノヌシによる精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが人間の文明が何度も栄えては滅んだ理由だが、これではいつまでたっても進化はない。故に我ら聖霊がカノヌシの力を制御し人の心を未来へと導かねばならないのだ。なるほど、カノヌシの制御のために作った術がカムイか。そしてカムイの構築にはジークフリートに使われている技術が必要じゃったんじゃな。だからアイフリードを巻き込んだのか。光があれば影があるように
どんなことにも犠牲は必要だ。我が身も同じ。人間の理想のための贄だ。カムイ！させるか！違うぞ、アイゼン！言うたじゃろう、正面からはコント。チッ、一撃とはいかんか。そらうぞ。ひねくれ者が誰に。覚悟はいいか、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。これしまった。逃がすかよ。こいつはどうだ。やばいか。消え冷却魔王演劇を。こいつはどうだ。巨人が来る。無理だ。ビジュゲイト。フレイドイグニス。消え冷却魔王演劇を。道具中。エクスリアー。ズームだ。破壊しろ。ブレイジングフレイド。ブラウド。ズイヤー。そこだ。くらえきれる。ミラージュ。スリーアッカイ。つむじ月下魔王演劇を。とどめアンビバレンス。うわあ。スリーアッカイ。演歌超力。こいつはどうだ。氷の檻に閉じ込められて。スリーアッカイ。あ、そう受けよ。こんなところで。インバレンスやるだって。こんな屈辱。つむじ月下ずるいわ。ここだ。
こんなところで、あと100歳若ければ。100歳？制約で寿命を伸ばしておるんじゃよ。何百年もの。それが断りだっていうの？不自然な欲望でしょう。わしも何千回も同じことを言ったわ。わしなら自然のままに滅びるとな。だが、あやつと来たら、断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力だ。先代人、クローディンの言葉か。奇弁ね。そう思うなら実行してみせてやろう。今さら幻覚が通用すると。思ってはおらん。だが術をためる時間は稼げた。火山を爆発させる気か。お前も死ぬぞ。最下の研修一味と相打ちなら上出来だ。それが断りだ。よくもクローディンの理想が。おじさんよ、まこと感情は厄介じゃの。なんだ今のは。目覚めたのだ、四聖主様が。我らはもはや何時らの道具ではない。何が起こったんだ。
助かったわ、マギル。メルキオルに隙を作ってくれなかったら終わってた。わしはわしの蹴りをつけただけじゃよ。じゃが、感謝するなら物でおくれ。前言撤回。花を傷つけない制約だったの。いいや、あのクソジジイは草花が好きだったんじゃよ。生きている人間よりもずっとの、それだけのことじゃ。心は自由にならないのね、特等対魔師でも魔女でもの。生きるということはまっこと難儀じゃわ。四聖主は目覚めたのでしょうか。さてな。だがこれで起きない間抜けなら当てにしても無駄だ。その悪口聞かれたかもしれんぞ。カノヌシの領域が変化している。うん、四人とも起きたよ。カノヌシは地脈から押し出された。これで増幅されていた霊能力は低下し、多くの精霊の意志も解放されるじゃろう。タイマシどもの数は激減するはずじゃが。エレノア、お前まで戦えなくなってないだろうな。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも精霊も魔女も。わかるのね。感じるんだ。あいつの本体は地脈から出たよ。聖主の溝の上だ。同志アルトリウスもそこにいるけど、カノヌシは四聖主の力をすごい勢いで押し返そうとしてる。四聖主が押し負けたら今度こそ打つ手なしじゃ。まったりしとる時間はなさそうじゃぞ。行くわよ、決着をつけに。うん。キララウス火山も爆発せず、別の異変も起こっていないようです。ひとまずは安心ですね。メルキオルの言葉はハッタリだったのか。真実をもって迫るのがあのジジイの誠実なる脅しの手口じゃよ。四聖主の復活によってこの大地は目覚めた。これまで幾万年もの年月をかけて変動していた大地は、これからの数百年で大きく変わるだろう。数百年、いずれは火山も噴火するだろうが、先の話だ。人間からしてみれば長い期間だけど、大地の歴史から見たらあっという間なんだろうね。じゃが、カノヌシは沈めの聖主。あやつを殺せば何が起きてもおかしくはないぞえ。ま、どうでもいいがの。よくないですよ。メルキオル、強かったね。そうね。マギルーが隙を作ってくれなかったら勝負を番ごとひっくり返されてたわ。あの瞬間を逃さなかったお前も大したやつだ。あんた本当はとどめを刺したかったんじゃ。こだわるなら最初から一人で戦う。やつと戦う理由を持つ者が集まり戦った。好機が転がってきたのがお前の前だった。それだけのことだ。わかったわ。メルキオルが個人的な都合でアイフリードを陥れたなら、これで肩はついた。だが奴は、人の意志を踏みつぶしてでも汚れない世界を作ろうという、断りのもとに動いていた。ならば、アイフリードの真の仇は、聖霊の掲げる断りそのものだ。アイゼンの仇討ちは、まだ終わってないんだね。ああ。アルトリウスの首も、カノヌシの首も、お前たちがボケットしていれば俺が刈り取る。自分でとどめを刺したいなら俺を出し抜いてでも首を取りに行け。ええ、そうさせてもらうわ。僕は全力で戦う、それだけだよ。ふん、それでいい。これは実に純粋な邪水なんじゃがの。腹に溜め込んでおった魂を出してすっきりしたかい。その聞き方がムカつくんだけど。ベルベットの言いたいことわかります。お通じのことを聞かれているようで不愉快ですよね。その詳細説明いらないから。あ、ごめんなさい。まったく、何をカリカリしておるんじゃ。わしはただ腹は減らぬかと聞いておるだけじゃって。
だったら最初からそう聞きなさいよ。どうなの？お腹減ってる？そうね。言われてみれば空腹を感じるけど、魂を打ち出したこととは関係ない気がするわ。じゃあ何なんだ？カノヌシの沈めの力が弱まったことで食欲も活性化してるんじゃないの？おお、確かに俺も急に腹が減ってきた。僕もお腹が鳴りそう。実は私も先ほどから美味しいものばかり思い出してしまって。そもそもマギルーがこんな話を始めたのは自分の腹が減っているからじゃないのか？いやいや、わしはちっともそんなことないぞ。そうか、なら船に戻ったらマギルーに見張りを任せてみんなで飯にしよう。ならキッシュとプディングを作るわ。私はペンギョントマトシチューを作ります。うわー、エルノア様の手料理楽しみです。早く船に戻ろう。まったく、飯ごときで盛り上がりよって。わしなど、わしはスイートボルシチカレギア風が食べたいんじゃなら後で桃を調達してきて。桃？カレギア風ボルシチにはデザートのピーチパイは欠かせないでしょ。